有識者、クマバチは刺さないし、毒もない、信じていいんか？最近庭でめっちゃ見るんやが。刺すやろ。で、蜂じゃなくて羽の生えたクモやし。毒はないぞ。メスは刺すで。あいつらスズメバチみたいなオラつき系じゃない。おおらかな巨漢やからめったに怒らんぞ。あんまりにも怒らせるとさすがに刺すぞ。マルハナバチさん。かわいい。こいつら音は恐ろしいからな。かわよ。二枚目のアホっぽさ好き。飛んでる時の歯音がでかくてビビるんだよ。クマバチ、そんなに怖がらなくていいんを、ワイハリもないし。バカ、ギャークマバチだ。刺された。刺されたー。クマバチ、ホバリングしてるだけなんだけどなー。うもー。台湾竹クマバチ、よろしくニキー。クマバチ、お、メスかな？ホバリングブオー。わひ、ひえ。バカ、にゃー。クマバチ、ギャー。ワイの実地はクマンバチ手で掴んで割って。アシナガバチとかいういまいち強さランクがわからんハチ。小さいスズメバチやぞ。下手すりゃ死ぬらしいであれも。なんか今は雑魚扱いやけど、ワイがガキの頃は遭遇率の高い危ないハチやったで。メスは針持ってるし刺すぞ。メスはあんまり人里来ないけどな。まああったらおしまいや。大して毒もなくでかいから痛いだけやけどな。カッコアナルフェラキシーショックはある。気持ちよさそう。ブーンカッコ笑い。俺は刺されたことあるぞ。ミツバチやアシナガバチに刺されてもアナフィラキシーショックって起こるんか？あるで。はい。怖い。セミ、ジ。ケワは。呼んだクマ？カッコジ。クマゼミって外通ってる光回線のケーブルに欄干ぶっこんで断線させるんやっけ？なんかセミがやらかしたとかで問題なってたなそれ。一回実家でそれあって業者に来てもうたわ。下ろしたケーブル見せてもらったけど穴だらけやった。蜂がベランダに蜂の巣作り始めてるみたいなんやが。助けてくれ。どうすればいい？初めての経験や。ぶちのめせ。どうやってや。怖い。バーナーや。持ってない。殺虫剤必要か？ワイも去年作られたわ。すぐでかくなるからやるなら早めに潰さんと。今日中にやるしかないんか。くさ。おじさん何もんや。何もんやねん。行くぜー。かわいい。サンキューおじさん。中国の蜂名人、素手でスズメバチの群れを退治。すごい。プロ神業だな。退治されとるやん。ゴリ押しで草。取ってるやつよく平気だな。蜂が何かを理解してないんかな。名人というより素人だろ。中国の大スズメバチヤバすぎて草。もはや注射の針やないか。毒じゃなくて薬の成分があれば良いのに。毒と薬は表裏一体やで。殺意ビンビンで草。もはや兵器の部類やな。すまんがワンパンで勝てるわ。もっと強いやつ用意してくれ。俺なら1対1に誘い込むよ。日本のオオスズメバチが最大最強やと思ってたが違うんか。海渡ってこないやろ。来ないやろ。こいつ日本海側ではもう上陸してるからな。日本のオオスズメバチの巣がこれに駆逐されてるみたいなニュース見た記憶がある。有能やん。あかんやろ。西洋ミツバチがどんどん増える。スズメバチのガチャポンコンプした。どう？なんかかっこええな。少ない。よくこんなの飾れるな。こええ。全部同じじゃないですか。グランプリ小型茶色オスズメ黄色か。ブーンわら。動物のガチャポンはやるときやるけど虫は嫌やな。ブイターミン、カーテン開けたらハチの巣あった。でかすぎて草。どんだけカーテン閉めてたんや。なんでこうなるまでほっといたん。ヤバすぎて草。ツイッターで聞く前に駆除業者に聞け。大変や。ツイッターにあげたろ。の精神。せや、大きくなるまでほっといたろ。どんだけ待ってたんやこいつ。普通に考えて別荘とかやろな。JK、ハチとツーショット取れた。え、スズメバチやんけ。地味にすごい。黄色スズメバチかな。どこが JK なの？サンキューバフォメットやぐー。すごい。草。笑顔しとる。怖い？ハチカメラ目線で草。ミツバチさん、最高の巣の場所を見つける。人間は手を出せない模様。草。口から蜜が垂れるほんと草。賢い。二王像の頭ん中空っぽだったんか。なんか悲しいな。腐らせないようにするためやで。小さい仏像も中はくり抜いてある。頭いい。殺虫剤吹き込んだら中が死骸だらけか。賢い。チューしたら蜂蜜食べ放題か？怒るぞ。
中でトゲトゲしたんやろな。スズメバチに頼むしかないか。賢い。ハチ、ただの置物じゃん。これとキスしたらファーストキスは蜂蜜味か。タカが蜂から蜂の巣を奪う画像がかっこいい。よくこんなの撮れたな。カメラマンすげえな。むちゃくちゃすんな。甘み感じるんか。刺されても平気なんかな。羽に惹かれて刺さらんらしい。かっけえわ。蜂クマやっけ。剛毛やから刺されないってダーウィンでやってた。やっぱ猛禽類はかっけえわ。蜜より幼虫が狙いなんちゃうか。重量知らんけど顎の力すごいな。蜂クマか。蜂でクマなのに鳥とかわけわからんな。羽ばたいたら周りの蜂吹っ飛びそう。蜂カスブンブンで笑った。これカメラマンも飛んでの？アメリカ人のスズメバチの駆除方法。これ好き。直後に倒れてそう。強すぎはロタ。汚い。アサルトライフルみたいなので蜂の巣にするのかと思ったのに。かっこいい。承認欲求が命より大事になった結果。むせててはロタ。スズメバチじゃなくね。防護服中国人 VS スズメバチ。ここまでしてダメなんか。なんか蜂から犬守るゲームの広告思い出したわ。調子乗ってるからこうなるんや。これなんかの教訓のための動画か。クマバチ、航空力学的には飛べるはずがない体だった。それでも飛べる理由に涙が止まらない。体の大きさに対しては小さすぎるから飛べるはずがない。それでも彼らは自分は飛べると信じているから飛べる模様。これもうデフォルメ仮面ライダーだろ。かわよ。自分でブーンって言ってそう。レイノルズ数定期。空気の粘度考慮してなかった定期。最近見なくなったな。飛べてるんだから飛べるように作られてるやろ。アホなん。空気の粘度ってなんやねん。カピカピやったら飛べへんくなるんか。空気も一応ベトベトしとるんや。空気抵抗とか摩擦みたいに普通は小さすぎて無視するけどな。ナビエストークス方程式もそのままじゃ解けないから粘度無視するのが普通なんや。クマバチ、見えないけどあの辺に何かいるんを。クマバチ、近づいてみるかブーン。人間、ひえー。蜂がいるやん。クマバチ、ひえー。人間がいるやん。アホかな？クマバチの名前の由来はクマのように大きいことからクマゼミって呼ばれるようになったんやで。はえー。勉強になる。アハ体験定期。音が怖い。毛がふさふさでモコモコしてて可愛いよね。グーカは？いつ見てもバランスおかしいよな。顔だけ見たらラルクアンシエルのギターみたい。言うほどクマ要素ある？ゴリマッチョでクマっぽいやん。この画像すこ。買ったな。可愛いけど雑魚そう。これなんて生き物？トラツリアブ。ありがとう。こんな可愛いアブいるんだ。とんでもない。え？せん。何これ花粉？何がついてるんや？虫の世界にもダメなやついて安心するわ。可愛い？教習所のワイ。虫の世界の方がよっぽど合理的やな。あのサイズで社会を作って生活しとるからな。システマチックの極限や。規制されたりして不審な動きしてるやつ。隔離されたりそいつら用の墓場があったりするらしいで。あと蜂も役割を終えた女王は、次世代のオス蜂のセックスの練習台になって死ぬとか。女王から肉便器落ちとかエロゲかよ。擬人化したエロ漫画ありそう。アブ、いただきます。仲良さそう。歯がいじめしとるな。こんな雑魚だったの？幻滅したわ。張り出してるの悔しそうでエロい。見た目だけやとカミキリムシより怖い虫っておらんよな。仮面ライダーにいそう。虫ってどうしてこんなに人や動物とかけ離れた見た目してるんだろう。魚なんかもかけ離れてるけど虫ほど不快感感じないし。食料として認識してるかどうかで不快感も変わってくるんかな。何年か前に昆虫は宇宙から来たんじゃないかって説が発表されて話題になってたな。進化の初期に分かれた3つのグループやからや。哺乳類と魚類は脊椎を持つ同士やけど節足動物は生存競争のライバルなんや。許すな。場所が悪いよ場所が。狭い場所じゃないとすぐ逃げちゃう。スズメバチさんサイドに問題がある。対戦場所振りすぎやろ。貯金貯金で草。こんなもん相撲取りと逃げ場のない場所で戦うようなもんやんけ。ツノゼミのフォルム好き。他にも色々形あって面白いで。これ寄生虫にでも疲れてるんか？右やんけ。こいつ個体で違うんか？いろんな形持ったやつがおるんやで。調べたらツノゼミって3000種類もいるんやな。
わいもこのくらい愛されてみてえもんだな。かまってちゃんすぎて大変やからな。子供やであれ。毛虫みたいに足の短い犬ってほんま滑稽よな。ボルゾイ見た後やと普通の大型犬でもずんぐりむっくりに見えるわ。かわいすな。蹴り飛ばすのかと思った。さら投げる、犬くれ。猫飼いたくなったわ。こんなん誰も断れんやろ。ご飯待ちしてる猫かわよ。いつだって猫は癒しをくれる。ただ泣くだけ人かおるやん。わかりやすく教えてくれていいな。弱肉強食。右手で全てを抑え込んでる。左の猫かわいそうだな。独り占めやん。俺らは左側だな。月のワグマみたいでかわいい。ご主人と一緒にいたいんですかね。猫にとって玉ねぎは危険な食べ物ですよ。めっちゃ睨んでる笑い。ね、しょぼしょぼすんのかな。あれ？これひょっとして死亡フラグじゃね？明らかに混乱してる様子がかわいい。あれれ？上に映っているのは明らかに子猫ですが、下にいる3匹は明らかに大きいような。これはさすがに子猫たちの邪魔ですから、つまみ出されてしまうわけですが。何度作詞に紛れて飲んでんだよ。臭すぎ。何ペロって信念。これは面白すぎでしょ。確信犯。それでこの表情。何？美味しく飲んでたのに。全く悪びれずした舐めずり。このマイペースな感じがたまらなく可愛い。素晴らしい。飼い主の一枚上を行くワンちゃん。自分で取れるんなら無限に食えるよね。わら。ああ、我慢できなかったんだね。仕方ない仕方ない。放置した飼い主が悪い。ものすっごいかゆそう。狂ったように書いてます。3日風呂入ってないわい。絶対飲みおる。本人は登ってるつもりなのか、あえて進んでないのか。事務官でもいいやろう。こういう貯金箱あったな。怒ってる？段ボール箱になのか視線の先になのか貧乏ゆすりにも見えてくるわら。